はい、こんにちは、116インズです。早いものでシーズンも3分の2ほどを消化しまして、どのチームも残りだいたい50試合ほど。ペナントレース、プレーオフ争いも熾烈なものとなってきましたが、そんな中で合わせて気になるのが各賞の行方ですね。MVP、サイ・ヤング賞、新人王、大体有力候補もある程度絞られてきた印象ですが、一人の日本人として気になるのがエンゼルス大谷翔平選手が MVP を受賞できるのか。日本人選手が MLB で MVP を受賞した例はただ一つ、2001年に当時ルーキーだったイチロー選手が受賞したのみですが、今季の大谷選手の活躍を考えれば20年ぶりに日本人選手が MVP を受賞しても全くおかしくありません。現在の AL の MVP 候補は大体このあたりといったところでしょうか。大谷選手に加えて今季ついに大ブレイクを果たしたブルージェイズのウラジミール・ゲレーロ・ジュニア、同じくブルージェイズのマーカス・セミエン、他にもオリオールズのセドリック・マリンズ、アスレチックスのマット・オルソン、アストロズのカルロス・コレアあたりも票を集めそうですね。ただまあこれは私の主観も含まれますが、今季の活躍のインパクトを考えれば、今のペースでシーズンを完走すれば AL の MVP レースは大谷選手とゲレーロ・ジュニアの一騎打ちとなる可能性が高いんじゃないでしょうかね。今回は現状 MVP 受賞の可能性が非常に高いであろう大谷選手とゲレーロ・ジュニアに絞って、続いて両選手の今季ここまでの成績を比べてみましょう。こちらが大谷選手、ゲレーロ・ジュニアの打撃成績となります。現地時間8月7日の時点で大谷選手がリーグトップのホームラン37本、打率が2割6分9厘、 OPS が10割1分4厘、そしてウィン・ザ・ボール・リプレイスメントが投手成績と合算したものとなりますが 6.8 で、こちらもリーグトップ。一方でゲレーロ・ジュニアについてはホームラン数が大谷選手に次ぐリーグ2位の34本、打率3割1分6厘、 OPS がリーグトップの10割3分9厘、ウィン・ザ・ボール・リプレイスメントは 5.1 となっています。ホームランこそ大谷選手が上回っていますが、その他の打撃成績は基本的にゲレーロジュニアが勝っていますので、トータルのバッティングに関しては今のところゲレーロジュニアに分があるという印象ですよね。ただ大谷選手の強みは二刀流であること、投手としてのウィン・ザ・ボール・リプレイスメントの加算が非常に大きく、16先発で防御率 2.93 とエンゼルスのエースとして活躍しているので、ソラピッチャーとしての貢献も大きいのは当たり前なのですが、ここはファーストという守備負担が大きくはないポジションを守るゲレーロジュニアに対する大谷選手のアドバンテージとなってますね。この他 MVP の投票に関してはチーム状況も場合によっては加味されることがある印象ですが、エンゼルスもブルージェイズも現状はプレーオフ圏外、トレードデッドラインを経てブルージェイズがかなり調子を上げてきましたので、こちらの方がまだプレーオフ進出の可能性はありそうですが、まあワイルドカード2枠目くらいだったら MVP 投票に影響を与えるほどの差は生まないかなと個人的には思っていますが、どうでしょうか。バッティングだけならゲレーロジュニアですが、守備も含めた、まあ大谷選手の場合はピッチャーですけれども、これも含めれば大谷選手が優勢という状況でしょうし、トータルのウィン・ザ・ボブ・リプレイスメントですでにかなり差をつけていますので、このままいけば大谷選手の MVP 受賞の可能性はかなり高そうな印象です。ただこればかりは MVP 投票自体が記者投票であるため、実際に投票結果が出るまでどうなるかは分かりません。二刀流選手に対する MVP 投票という近年では例がないものですので、前例がどれほど当てはまるかは分かりませんが、直近5年間の MVP の投票状況、 MVP 投票のトップ2の選手たちの成績を比較してみまして、どういった点が評価される傾向にあるのかを探ってみたいなと思います。はい、まずは2016年の投票から順に見ていきたいと思いますが、この年はエンゼルスマイク・トラウト、レッドソックスムーキー・ベッツという球界最高の外野手2人による MVP 争い、歴代でも屈指の総合力を誇る2人による戦いとなりました。トラウトがウィン・ザ・ボール・リプレイスメント 10.5、 ベッツが 9.5 と、一体どんな次元の争いなんだと思いたくもなりますが、最終的に MVP となったのはトラウト。ホームランと打率がほぼ互角の中で、 OPS とウィン・ザ・ボール・リプレイスメントの差が決め手となった印象がありますね。まあウィン・ザ・ボール・リプレイスメント 10.5 も残して MVP になれないのもおかしな話ですからね。続いて2017年、アストロズのホセ・アルトゥーベ、ヤンキースのアーロン・ジャッジの争いとなったこの年は、最終的にアルトゥーベが MVP となりました。アルトゥーベは首位打者、盗塁王でありましたが、2017年のジャッジのインパクトもまた強く、52本のホームランは当時の新人記録でしたし、またウィン・ザ・ボール・リプレイスメントもわずかではありますが、アルトゥーベを上回っています。なのでもう少し MVP 争い競ってもおかしくないのかなと思いましたが、結果はアルトゥーベに1位票が30票中27票、ジャッジはわずかに2票と思ったよりも大差がついた MVP 投票となりました。
これはおそらくではありますが、この年のアストロズの躍進が大きく影響していると思われまして、弱小球団だったアストロズがシーズン101勝を挙げるまでに成長し、その中でアルトゥーベが中心的な存在であったのが投票に影響を及ぼしたのではないかと思っています。選手のパフォーマンスはほぼ互角、チームのパフォーマンスが勝敗を分けた、そんな MVP 投票のようにも思いましたね。はい、続いて2018年、この年2年ぶりにトラウトとベッツによる争い、またも究極の総合力対決となったこの年は、2016年よりもさらにハイレベルな争いとなりまして、ベッツが首位打者で、かつウィンザボビープレイスメントが 10.7、 トラウトは OPS リーグトップ、ホームランはベッツを上回る39本、ウィンザボビープレイスメント 9.9、 もうおかしいでしょこの2人は。ウィンザボブリプレイスメント9とか10の次元で争われたら、まあ他の選手も入る余地ないですよね。ただ2年前の2016年はトラウトが MVP に輝きましたが、今回はベッツに軍配。主要の打撃項目は基本的にトラウトが上ではあるものの、ベッツもほぼ互角の成績を並べていますし、ウィンザボブリプレイスメントの差で勝った感じでしょうか。また追加の要素としては、この年のレッドソックスのチーム状況もおそらくありまして、レッドソックスがシーズン108勝と圧倒的な強さを誇ったのに対し、エンゼルスは勝率5割を下回る有様、ウィンザーボブリプレイスメントで上を行ったこと、さらに108勝を挙げたレッドソックスの原動力となったこともベッツの MVP につながった印象が個人的にはありますね。2019年、近年で最も僅差の MVP レースとなりました。一体何回登場するんだという感じですが、トラウトとアストロズアレックス・ブレグマンの戦いでしたが、トラウトが1位票17票、ブレグマンが13票と、めちゃくちゃ票が分かれた年なんですね。これだけ票が分かれたのには出場試合数の問題がありまして、ブレグマンは156試合に出場し、ウィンザーボールリプレイスメントもリーグトップの成績を残しましたが、トラウトはそれ以外のほぼ全てでブレグマンを上回り、しかもそれを28試合も欠場してやってのけたので、この試合数の差をどう見るかが記者によってかなり異なりました。シーズンを完走してトラウトを上回るウィンザーボールリプレイスメントを残した点を重視し、ブレグマンを評価するのか、試合数が少ないがゆえにウィンザーボールリプレイスメントでは及ばなかったものの、それでもほぼ全ての項目でブレグマンを上回った点でトラウトを評価するのか、結果的には試合数は少ないものの、トラウトがすでに MVP に値する成績を残したと判断した記者がわずかに多かったため、トラウトの MVP 受賞ということになりました。そして昨年ですね、昨年は60試合と異例のシーズンの中での MVP 投票だったので、選手の成績も1年間162試合やった場合と比べてブレにブレて、なかなか評価も難しいところでありましたが、最終的にホワイトソックスのホセ・アブレイユが MVP 受賞となりました。ただ昨年の投票の面白い点は、アブレイユは打点王にはなりましたが、その他の項目ではリーグトップではない点。この前の4年間の投票を見ますと、 OPS プラスが1位だったり、ウィンザーボールリプレイスメントが1位だったりとか、そういった要素が重要視されていましたが、その傾向は昨年あまり当てはまりませんでしたね。まあ投票する記者からすれば、60試合と判断材料が多くない中で、選手の成績に相当のブレが生じていることを勘案し、近年はあまり重要視されていなかった打撃3部門の成績などのバランスの良さで決まったのかもしれませんね。まああまりに異例な年だったので、昨年の投票はあまり参考にならないかもしれません。ということで、直近5年間の投票状況を踏まえて、ある程度見えてきた傾向を最後にまとめてみたいと思いますが、まずウィンザーボビープレイスメントの上位はやはり今は強いですね。5年中2年ウィンザーボリプレイスメントトップの選手が MVP となっていますし、2019年のトラウトもシーズン完走していれば、おそらくウィンザーボリプレイスメントトップとなっていたでしょうから、ウィンザーボリプレイスメントが上であればあるほど、今 MVP 投票で優位に立つことができる、これは間違いないでしょう。単純に投打のウィンザーボリプレイスメントを合算していいのかという議論はあれど、大谷選手は現状ウィンザーボリプレイスメントでゲレーロジュニアに差をつけてトップですので、これはかなりの追い風となると思います。また総合的なバッティングも重視されている印象ですね。ホームラン数で上回っているからだけでは、 MVP 投票においてものすごくプラスになるというわけではなさそうです。 OPS、OPS プラスでは現状ゲレーロジュニアに分がありますが、大谷選手もこちらの項目でゲレーロジュニアを今後上回ることができれば、文句なしの MVP 受賞となりそうです。そして意外とチーム状況という要素も無視できない点ですね。2017年アルトゥーベが MVP となったのも、アストロズ躍進の原動力というイメージがあったからこそでしょう。もしここからブルージェイズが逆転で地区優勝し、その中心にゲレーロジュニアがいた場合、こうなってくると話は変わってくるかなと思います。
それだけでゲレーロジュニアが MVP となれるかは分かりませんが、例えば今後打撃成績の面でゲレーロジュニアが大谷選手に対して差を広げ、今の合計のウィンザボリプレイスメントの差も多少詰めてきた際には、決め手がチーム状況となる展開もゼロとは言えないかなと思われます。こんなところが近年の投票を踏まえ私自身が感じたところですが、皆さんはいかがだったでしょうか。ぜひ皆さんの考えもコメント欄でお聞かせいただければと思います。シーズンも残り50試合程度ではありますが、まだまだ状況は変わりうると思いますので、 MVP 争いどう進んでいくか注目ですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。